これぞ。这就是我的霸。これぞ。这就是我的霸业。これぞ。時に五巻末、政治は腐敗し、世は乱れ、民は困窮を極めていた。ここで決起したのが張覚率いる黄巾党である。黄巾党は政権に不満を持つ民衆の支持を大いに集める。官庁への反乱の炎はたちまち燃え上がった。黄巾の乱の鎮圧に手を焼いた官軍は各地の諸侯に出兵を要請する。救国の志か、天下への野心か、それぞれの思いを胸に英傑たちの時代が幕を開ける。お任せくだされ。こんにちは。失礼いたします。ありがたい。はあ、なんだなんだ、神器くせえな。貴殿は姓は長、名は私は姓は李。よろしくな。よし、ジューリー。悪いな。なんだと。すまねえな、行くか。お見るか。ちょっと聞いてくれ。いいぜ。
礼いたします。よくぞ参られた。うむ、所見を聞こう。難しいかと思われありがたい。いいだろうか。なんと。かしこまりました。行くとしよう。行くとしよう。お、おめえか。失礼いたします。わざわざすまねえな。よくぞ参られた。かばいません。ありえねえ。一理ある。け、義を怪我しちゃいいだろうか。龍玄徳つつし、なんと。なあ、まずは聞けって。乱世を終わらせるため被災の限りを尽くし。ごめん。まさか。所見を聞こう。うむ、すべては天下万民。うむ、不変の忠義を誓います。演出と定義、あんたについてくぜ。ありがたい。ちょうどうちの裏の桃園が花盛りだ。あった。劉備、関羽、張飛、我らはここに義兄弟の契りを結び、官室を救い民を休んじることを誓う。我ら三人、生まれた日は違えど、願わくは同じ日に死なん。アメッシの神々よ、俺たちの誓いを引き届けてくれ。
かくして優秀に三傑が集い、やがて訪れる群雄。董卓暗殺に失敗した曹操は辛くも洛陽を脱出、逃避行の末新竜へたどり着いた。天がわしを生かしたのだ。兵を挙げ、今度こそ逆賊董卓を討つ。董卓討滅の詔勅を得たと称し、義兵を募る曹操。その声に応じ有志が多数集まった。その中には曹操の一族である優将たちの姿もあった。みな、よくぞ来てくれた。むしろこの時を待ち望んでおりました。曹操殿が天下に名乗りを上げる時を。この乱世を治める力を持つ者は曹操殿を置いて他にはおりませぬ。夏侯惇殿の申される通り、わしらの力存分に使ってくだされ。わしらが力を合わせれば恐れるものなどありませんぞ。よくぞ申した。董卓討伐など足がかりに過ぎん。これより我が覇道を天下に示すのだ。見解を述べい。はい。厳しいかと思われまする。構わん、着手せん。使えそうなものはいるな。使徒ひらめいた。承知いたした。諦めるも一手。しかし諦めるも一手。諦めるも一手。諦めるも一手。しかし諦めるも一手。諦めるも一手。諦めるも一手。しかし諦めるも一手。使えそうなものはいるな。
これより主と仰ぎまする。失礼するぞ。光栄にございまする。構わん、任せよ。これより主と仰ぎまする。申し上げます。なんと、利なく益なし。バカな、死とひらめいた。天数そう猛徳のし、かしこまった。検索いたす。お任せあれ。行け。お任せくだされ。かしこまった。かしこまりました。お任せあれ。かしこまりました。Thank you.
行け。今だ、引っ掛けてやれ。かしこまりました。オスだけが戦ではありますまい。お任せくだされ。お任せあれ、お任せあれ、お任せあれ。オスだけが戦ではありますまい。せえ、やられたか。進むか。お任せあれ。せえ、やられたか。総猛徳の道、阻むを許さず。着手せん。行くぞ。よく来たな。失礼いたします。少しいいか。かしこまりました。ほほう、失策を食いるがいい。断る。見ての通りだ。このようにしてはいかがでしょう。うん、とひらめいた。しかと受けたまわりました。
報告します。ご報告いたしまするぞ。厳しいかと思われまする。さてどう解き伏せるか。行け。こたびは平にご容赦くだされ。おれ。いざ、そう猛徳と語らん。さてさて、総猛徳の言葉に一片の迷いもないぞ。さてさて、これはいいなこと。こちらの方が理にかなっておるかと。着手せん。これぞ総猛徳の言葉に一片の迷いもないぞ。秘伝に弁済はないようだ。仰せのままに。総猛徳に任せよ。ご報告いたしまするぞ。たやすきこと。なんと。見ての通りだ。何を。意味が分かりかねまする。サイとの出会いこそ我が本懐。そう猛徳の思考。そんな。そう猛徳の道に誤りなし。これぞ
我が波動である。波動を阻む者はバカな。董卓討つべし。曹操が発した檄文に応え、各地の諸侯が参集した。天下万民がため官室をないがしろにし